レイヤーソルジャーズソウル、一丁やってやるぜ。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない、私は信じています。聖夜、シリュウ、シュンの3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴのシャカが守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だがシャカの強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くか。ファイト！天武法に！私の刀なす心得者め、命が惜しくおとなしく膝をつき大地に頭を取って私を拝め。さあ、残念だが俺は真実は信じない。焼き尽くしてくれる。このバッタどちらオウム剣の法則。さて、また私が一声するだけで今度は君の首輪を切るが、行くすぎコトリット。さっきから俺のケツに嬉しくしているのが天とのようにわかる。そのこともできない。まさに俺に言われているとはどういうことか。反逆者の君にもはやクロスなど不要だ。私が敗任してやろう。カーン！俺は蘇ってみせる。羽ばたけよ！フェニックス最大の奥義！攻略転生！最悪！コスモは燃え盛っている。フェニックスの炎で灰にしてくれる。フェニックス！このフェニックス！ウィナー！どこへ行こうと俺の勝手だ。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながらなぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした、答えられんのかシャカ。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を
陸道輪廻落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。釈迦の、釈迦の目が開いた。だから腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをむざむざ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは恐ろしく壮大していく。神に近い男といえど、地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行ったな。ファイト。オーヨクオームの六感は全てに出せるはず。ゴールドセイントしか体得していない。セブンフェンズに目覚め始めたのです。これだけか。フェニックス、ゲンマーク。シャカよ、聞こえているだろう。目では見えなくて、このセブン戦術でお前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう。いくら君が歯を食いしばって見たところで、君たちは再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものはこの俺自身の力だけよ。さあ一騎、今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。焼き尽くしてくれ。これだけ。お前の全身系をつたつたにして。フェニックス、幻魔戦。勝者。英雄の剣は肉体よりも精神を砕く。俺は神仏は信じないたちで。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。
第7の宮天秤宮において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします老子。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます老子。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に。よみがえる発動よ。やった、氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞシュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね氷河。第8の宮天轄宮へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この天轄宮まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！ニロよ、今度はお前が動けなくなる番だ。聖夜、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて命だけは許してもいいぞ。はいと。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に出るか。
くらえ。聖夜たちが天下取りをするのはおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが終わりだ。全力を持って相手をしてやる。これがキングダスのフォークだ。たかだかブロンズ数人でゴールドセントが守る準備球を突破できるか本気で思って。その程度か。スカーレットニードル。できるかどうかなど全く考えていない。いくら可能と言われた俺のこそ可能に変えてみせる。何かしたのか。ダイヤモンドをガスト。何かしたのか。見ろ、俺のポンプによって倒れてもらうと。あなたの役割にやられるまでその程度か。待つわけにはいかない。このキグナスの攻撃を受けられそうよ。ダイヤモンドダスト。掘りつけ。いいな。クールに徹して敵を撃つ。この程度の闘技では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めばその相手は確実に死ぬ。ならばその前に見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。カミュに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヒョウガ、君はたとえ五感すべて失われようとこの命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ファイト。神よ、命を出して戦うことこそがセイントとして生きた証なら、俺は氷河にとどめを刺すと。それに応え、それは俺が氷河を真のセイントと認めたから。そろそろ限界のようだな、ヒョウガ。何かしたのか。ダイヤモンドを出そう。幸福を選べとは言わんが、私の最大の技でオーロラタンダー。お前の息の根を止めてやる。ヒョウガよ、命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦う。君の命を全力で出すの好機。オーロラサンダー見ろ、ダイヤモンドダストの前に進む。
アテナのため、オーロラサンダー友のために、ここまで高まるとダイヤモンドダスト、あなたの言うとおり、これの体は毒に侵されている。これがキムナスの攻撃だ。だが俺は逃げ出さない。ダイヤモンドダスト、俺の呪われた運命を断ち切り、サンクチュアリに張り来る悪を一掃するのならば、俺は戦える。ウィナー、男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。俺の闘技ではダメだったというのか。スカーレットニードル、アンタレス。ヒョウガ、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を、ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。ヒョウガ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは、今血止めの新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか。この戦いの行方をな。聖夜たちが神馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、神馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも神馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの神馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。え、サジタリアスのクロスが動いてる。まるで聖夜を狙っているかのようだ。聖夜、危ない。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだな。ヒョウガ、よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを。アイオロスは俺たちが来ることをずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの神馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。
この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。